荒波賞は、神奈川県横浜市世役出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者。現役引退後の2020年からは、ベースボールチャレンジリーグに所属する、神奈川フューチャードリームスのアドバイザー兼コーチを、務めている。横浜 DNA ベイスターズでの選手時代から、ホリプロとマネジメント契約を締結。妻は同社に所属するタレントの宮崎瑠 ノンフィクション作家の軍司定則はおじにあたる。横浜市西区のオール密境で野球を始める。横浜市立原中学校時代は遊撃手や投手で、戸塚シニアでは首相として全国制覇を経験した。中学校卒業後は横浜高校へ進学。同級生には、成瀬義久、一学年下には石川祐和枠井秀明がいた。 一年からレギュラーに定着すると、夏の選手権全国大会では、一番、中堅守として、チームの準決勝進出に貢献した。三年春の選抜高等学校野球大会では、明徳義塾高校との二回戦の打席で、自打球によって骨折。以降の試合を欠場したが、チームは、準優勝を果たした。三年生の夏は、 選手権の神奈川大会決勝で敗退。東海大学への進学後は、1年時の春から、レギュラーを獲得。首都大学野球のリーグ戦で、首位打者になった。2年時の春に、右膝の人体帯を断裂したが、実戦に復帰した3年の春季リーグ戦では、リーグ2位の打率。375を記録。 世界大学野球選手権に日本代表の一員として出場すると打率が4割を超えるほど好調で外野手としてベストナインを受賞した。4年時の秋には首都大学野球リーグの優勝と全日本大学野球選手権の準優勝を経験している。在学中には首都大学野球リーグ戦に通算67試合出場。打率三百五。 4本打、三33打点を記録したほか、ベストナインに2回選ばれた。2008年に、トヨタ自動車へ入社してからは、1年目から、1番、中堅守に定着。ジャバ一県、野球連盟会長杯争奪野球大会で、最優秀選手賞を受賞した。さらに、日本選手権大会では、3回の猛打賞を達成。打率。 500、出塁率。522, 長打率。773を記録するとともに、チームの優勝に貢献した。2年目の2009年は、年間通して不審で、チームは、都市対抗野球への出場を果たすが、自身は20打数1案だと振るわず、この年の NPB ドラフト会議では指名されなかった。翌2010年に復調すると、 ドラフト会議で横浜ベイスターズから三巡目で指名された。指名後の日本選手権大会でチームを2年ぶりの優勝に導いたことをおきみやげに契約金6000万円、年俸1200万円という条件で入団。2005年に横浜高校から直接入団していた石川と再びチームメイトになった。背番号は4。 2012年5月3日、横浜スタジアム2011年9月11日の対中日ドラゴンズ戦に2番中堅守としてスタメンで1軍公式戦へのデビューを果たすと4回裏の第2打席でマキシモネルソンから1軍初安打を記録。シーズン2算では1軍公式戦28試合の出場で打率。 256を記録した。ビジターユニフォーム姿の荒波2012年、機動力野球を掲げる中畑清志監督の方針で、持ち前の瞬速を買われて開幕一軍入り。7番、中堅手として開幕戦のスタメンに抜擢されると、一番打者を任されていた、梶谷隆行の不審を受けて、4月後半から一番打者に抜擢された。結局、 フルシーズン1軍へ帯同するとともに、1軍公式戦でチームトップの141試合に出場。外野の守備では、守備範囲の広さを存分に発揮した結果、自身初のゴールデングラブ賞を獲得した。打撃面では、打率でセントラルリーグのトップに立った時期もあったが、シーズン通算で打率、268にとどまった。 2013年オープン戦で最多打点を記録。公式戦の開幕も一軍のスタメンで迎えたが、4月17日の対広島東洋カープ戦7回表に二塁走者として三塁への投塁を試みたところ、三塁主との接触プレーで鼻と右方を痛めて交代。後に、 右方骨の陥没骨折が判明したため、出場選手登録を抹消した上で手術を受けた。5月上旬に一軍へ復帰してからは、主に一番打者として起用。しかし、打撃不振に陥ったため、6月以降は打線の回に回ることが多かった。8月は3割を超える打率を残したが、9月は、 再び打撃が振るわず、10日11日の対巨人戦では満塁で迎えた打席で凡退を繰り返した。打撃面ではシーズンを通じて安定せず、打率。258、得点圏打率。221、チーム2位の96三振を記録した。守備面では、外野手としてリーグ最多の16補殺を記録するなど強権ぶりを発揮。 シーズン当初は主に中堅を守っていたが、途中からはナイジャー・モーガンとポジションを入れ替える格好で、右翼手として起用されることも多くなった。その結果、2年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。2014年2月の春季キャンプ中に右手の薬指を骨折。その影響で開幕1軍入りを逃したが、 当初の想定より幹部が早く回復したため、4月8日に一軍へ昇格した。昇格当初はなかなか打率が上がらなかったが、同月29日の対中日戦では、野球人生で初めて、という満塁本塁打を放った。5.6月にはいずれも、月間打率が3割を超すなど好調だったが、6月と8月に、右ふくらはぎの肉離れで戦線を離脱。 さらに、桑原正幸が中堅守として、スタメンに起用されるようになったため、後半戦にはほとんど出番がなかった。結局、一軍公式戦への出場はわずか63試合で、3年連続のゴールデングラブ賞も逃した。2015年、公式戦の開幕に出遅れたものの、4月10日に一軍へ昇格した後は、主に一番中堅守として起用。 セパ交流戦では、全18試合に出場すると、打率38、383、3盗塁と活躍した。交流戦終了後の6月27日に、右足付け根を痛めたため、9月上旬まで、戦線離脱を余儀なくされたが、1軍復帰後は、1番、中堅守として定着。最終規定打席には到達しなかったが、打率29、298、 得点圏打率355という好成績を残した。2016年、梶谷が公式戦の開幕前に故障したことを背景に公式戦の開幕を3年ぶりに一軍で迎えると広島との開幕カードから2番中堅守としてスタメンに起用。チーム全体が打撃不振に陥った4月中旬にはクリーンアップに組み込まれたが、 自身の打撃も振るわず、梶谷が復帰した5月上旬からは4ヶ月ものに、軍調整を余儀なくされた。一軍へ復帰した後は、主に代打で起用。レギュラーシーズン全体での出場試合数は36試合で、プロ入り後初めて打率が2割を切ったほか、投類を記録できず、4年ぶりに本類打を放てなかった。チームのレギュラーシーズン3位で迎えた。 クライマックスシリーズでは、巨人とのファーストステージで1試合、広島とのファイナルステージで3試合に出場。いずれも代打に起用されたが、アンダを放てないまま日本シリーズへ進めずにシーズンを終えた。2017年、レギュラーシーズンでは4月15日から一軍に昇格すると、一軍公式戦47試合の出場で打率。226、1打点を記録。 スタメンでの出場はわずか8試合で、前年に続いて、本塁打も盗塁も記録できず、8月下旬以降は1、軍から遠ざかった。チームが、レギュラーシーズン3位から CS を経て19年ぶりに、日本シリーズへ進出したことから、荒波も、日本シリーズの出場資格を得たが、実際には CS でも、日本シリーズでも、出場の機会がなかった。 日本シリーズ終了後の11月26日に2013年末から交際していた宮崎瑠イと夏場に結婚していたことを公表。2018年一軍公式戦への出場はわずか13試合で11打数無安打に終わった。10月3日に球団から戦力外通告を受けたが NPB た球団での現役続行を希望し12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。しかし、NPB 他球団からの獲得オファーはなかった。2019年2月からメキシカンリーグのモンテレー・サルタンズの春季キャンプへ参加したことがきっかけで3月19日に正式契約。入団後は1番中堅守としてリーグ戦47試合に出場すると本類打例ながら打率。 293、12打点、7盗塁、46得点という成績を残した。しかし、6月25日に、サルタンズが、荒波との契約を解除したことを発表。日本に帰国後は、少年野球チームのコーチなどを務めながら、国内他球団での現役続行を、再び模索した。結局、他球団から獲得のオファーを受けるまでには至らず、 8月31日に現役引退を発表した。2019年9月1日付で、フルスの DNA が運営するベースボールスクールのコーチに就任。同年11から12月には、テレビ神奈川の番組、ベースターズ魂ーの MC を担当した。また、同年11月24日に横須賀スタジアムで開催された。 横浜 DNA ベイスターズファンフェスティバル2019では自身の引退セレモニーが行われた。2020年シーズンからはベースボールチャレンジリーグへ新たに加盟した神奈川フューチャードリームスのアドバイザーを務めているほか t b k プロ野球中継横浜 DNA ベイスターズ熱烈ライブの解説者としても活動している。さらに神奈川球団とは 同年4月8日付で、コーチとしての契約も締結した。アドバイザーとの兼務扱いで、背番号は、横浜、DNA の現役選手時代と同じ4 2020年8月28日に、新型コロナウイルスに感染したことが、ホリープロより発表された。前日の27日に、摂氏37.8度の発熱があったことから、28日に、都内の病院で、 抗原検査を受けたところ陽性反応が確認され、そのまま入院した。なお、妻の宮崎や子供も後に検査を受けたが、結果は陰性であった。ベースボールスクールのコーチを務める DNA からは、感染可能期間に出勤があったものの、スタッフや生徒に濃厚接触者がいないことから、予定通りスクールの活動を行うことが発表された。一方で、 アドバイザー兼コーチを務める神奈川、フューチャードリームスでは、チームの活動を9月2日まで停止し、その間に予定されていた5試合が中止となった。また、神奈川の監督の鈴木隆則とチームスタッフ1人が、濃厚接触者と判断されたが、検査の結果はいずれも陰性であった。その後、9月8日に、自身のインスタグラムで7日に退院したことを、報告した。 同年末放送の、サスケ2022、和田明子率いる、アッコ軍団の一員として参戦。ファーストステージ、ローリングヒルの下りで、リタイアとなった。外野手としては、円筒110メートルの強肩と守備範囲の広さが、持ち味。手動計測ながら、一塁への到達が4秒未満、50メートル走で、最速5秒6の瞬足で、 センター前へのアンダから二塁へ到達することもあった。ベースランニングについては、トヨタ自動車時代のチームメイトでもあった、小木野隆しが、一緒に走ると、ベース一周で一秒くらい差をつけられると語っている。現役時代から、球団マスコットと絡んでいる姿がよく見られる。ベースターズの親会社が、DNA に変更後に誕生した、DB、スターマンとは特に仲が良く、 サルタンズ時代には、ベイスターズの公式インスタグラムを通して、スターマンをはじめとするマスコットたちからの激励メッセージが掲載された。引退セレモニーでは、スターマンが荒波のベイスターズ在籍時の背番号4のユニフォームの受け渡しを行った。解説者に転身以降もたびたび荒波のインスタグラムにスターマンとの2ショット写真が掲載されている。ありがとうございます。